バイデンと習近平、第2回目のですね、内容を、取り扱い上げたいというふうに思います。前回はですね、米中対立はですね、もう文明の対立であると。それは一言で言えばですね、近代ですね、近代の文明、それをですね、どう捉えるかという問題なんですよ。近代の総括なんです、一言で言えば。要するにその産業革命以後ですね、旺盛な要するに経済力を背景に、まあ、世界各国をですね、制覇した。この経済力というのは同時に軍事力でもあるわけですけど、そういうですね、欧米で同時にですね、他方中国のようにですね、それこそ4000年の歴史の中で常に世界の中心でありですね、世界のまあ総生産の半分近くを占めですね、で世界各国が朝貢といってですね、まあ中国にですね、まあ言ってしまえばこの頭を下げに行くと、土下座をしに行くというような関係ですね、中国を中心とした国際秩序、それが欧米の近代化によってですね、まあ中国はそこから弾き出された。反植民地状態、中国全体が植民地になることはなかったけれども、反植民地状態になって中国の各地にですね、疎開という事実上主権に及ばないですね、中国の主権に及ばない外国のいわばテリトリーが生まれたわけですよね。そうすると中国にとってはですよ、西側のような民主化、民主主義みたいなものはですね、一方ではその民主主義の進歩的側面はわかるんだけど、自分たちを抑圧しですね、支配してきたという歴史もあるわけですよね。で、かつて弱かった貧しかった中国ならそこまで思わないんですけど、今は完全にもう中国は第二の経済大国として発言力を持ってますんで、やっぱり自分たちの歴史観、文明観というのをですね、強く打ち出すようになってきたわけですよ。で、そういう中で中国は今狙ってるのはですね、欧米の民主主義に対して、で、彼らによって作られた近代のある種のですね、パラダイム、これをですね、自分たちが超えていく近代の彫刻をですね、習近平は長期の目標としてるんだというお話をしました。で、中国がですね、こうアメリカ的なるもの、西側的なるものにですね、もはや教師として、あるいは自分たちの先生としてですね、かつて持ってたような姿勢、認識を中国は今持たなくなってる。それにはあれだけ批判されたにもかかわらず、天安門事件でですね、乗り切って世界第二の経済大国になり、世界で一番の外貨準備額を手にしですね、そういう大国に自分たちの国はなったのだという自信、そして世界各国が中国をそのような目で、畏怖の目で見始めたという現実で、さらにリーマンショックによってですね、それまでアメリカの金融制度を非常に高く評価してた王毅さんというですね、元の政治局常務委員がいるんですけれども、習近平の同志だった人物ですね、今も現役です。彼はアメリカのウォール街と非常に仲が良かったんですけど、リーマンショックによってまあガタついてるアメリカの経済の姿を見て、これは我々中国が参考にすべきモデルではないと、アメリカに対する幻想は冷めたと、アメリカは中国経済の先生ではなくなったということをですね、中国の実情のナンバー2が公言するようにまでですね、事態は変わり、逆に中国の自信は高まってきたと。そしてその中国の自信を裏付ける世界的な出来事が2つあった。一つは兄貴として慕ってたですね、20世紀に入ってから中国、あるいは中国革命のモデルであったソ連が崩壊し、大国ソ連が友好国に転落し、民族は分裂し、人口は激減し、で、さらに GDP で言えば中国のわずか10分の1にしかならないですね、共産党の崩壊したソ連の姿を中国は見てしまった。ゴルバチョフによる自由化、民主化の結果がこれを生んだんだと。で、その10年後、ソ連崩壊の後ですね、失礼しました。ソ連崩壊の後ですね、2010年になってですね、今度中国が再びですね、同じような教訓を得る、同じような認識を持つ試験があった。それが中東全域に広がった中東のある民主化運動です。
結果的にこれはですね、独裁政権は倒れたものの、アメリカの様々な働きもあって独裁政権は倒れたんだけれど、結果的に生まれたのはですね、政権の不安定さで、それによる分裂と内戦で、さらに経済の賃貸、外資の逃避で、国民生活の不安定さ、そしてそれに乗じてですね、公然と殺人をですね、擁護するテロリスト集団 IS の登場という最悪の事態をですね、招いたのが、実はそのきっかけは民主化であったというですね、こういう総括、これが全てだとは言いませんけれども、少なくともですね、今エジプト の閣僚になっているですね、人物の中にもですね、この間 NHK テレビでしたかね、話してましたけれども、自分もアラブなど参加したと。しかし今はどうかというと、軍事政権であれ何であれ、安定した政権の下で国民生活を要するに安定化し、経済をしっかり立て直すことが大事なんだと。これはこれで一つのやっぱり原始主義的な考え方ですよね。まずこの混乱を何とかしようとすれば、もう出てくる答えは一つしかないです。強力な政権を押し立てると。これ以外何があるんですか。で、それは民主化運動の中からは生まれなかったんです。香港の民主化運動が結局中国に手玉に取られて瓦解していったのもそれなんです。軍隊なんか持ってませんからね、警察に力で対抗できるわけないじゃないですか。で、彼らが勝つとすれば政治で勝つしかなかったんですよ。香港の運動は力による対決では勝てないです。政治によって勝つのはどうするかというと、香港問題を大陸の問題として切り離したかったんです。中国はこれが広がるのを恐れたんですよ。だったら逆に運動隊は中国の少なくとも南部にある反北京感情を利用してですね、中国の南部における一つの民族の自立化、あるいは自立化とはいかなくても中央との一定の距離感みたいなものを持って、南部にですね、香港の民主化的なものをですね、共感する、あるいはいろんな形で支援する層を作ること、これが政治的に勝つことであり、対抗することだったわけで、もちろんこれは長期戦略になりますけど、それが出ない限りですね、周庭を民主の女神、まだ二十歳かそこらの娘さんでしょう、それを持ち上げて、彼女が何か言えば変わるかのような幻想、これはっきり言ってフェイクニュースですよ。そんなもん共産党が許すわけないじゃないですか。じゃあ彼らは何を担保に戦えたんですか。彼らはたった一つしか言えなかった、西側を頼りにすることだけなんです。アメリカを頼りにすることだけなんですよ。じゃあアメリカに何ができますか。トランプ大統領が中国との全面的対決をかけて香港の民主化のために連帯するかって、ありえないですよ。実際しなかったですよね。そこでは政治的一つのこうプロパガンダ、いわゆる政治ですよ、それと現実は違うんですよ、政治の言葉と。で、そういうことをですね、アラブの春の連中は気づいたと。結局民主化とは言いながらですね、独裁政権に代わる安定した強力な、その大前提は民衆が強く支持しているということなんですけど、その政権なしに国が安定することはないし、安定なくして成長はないんだということを学んだんです。中国人も学んだんです。